キーパーポープウィリアム、奥山、チャンミンギュ、池田、尾長、高江、下田、平川、高橋大吾、エリキ、そしてミッチェル・デュークという11人です。ゴールキーパーは串引、岡本、酒井、畑尾、中塩、長倉、細貝、今日は雨傘が先発に入ってきました。そして川本、竹も先発起用、そして佐藤亮という11人です。下田、スッとポジションを取り直した高江、今度は右サイド、平川突破する、平川のクロス、いい突破でしたね、はいはい、ボールだ、中央でヘッド、こぼれて押し込めるか、なんとかクリアしました。守りましたね、先ほどのシーンです、はい、これいいボールでしたよね、合わせてここコンパクトに振り抜いたんですけど、長倉、川本へ、高江が見ていますが、川本を引き取った、チャンス、もう一つエグった、切り返し、シュートへ、いい抜け出しでした、長倉、長倉、いいドリブルしましたよね、ここ、ファンといいターンしましたし、このワンタッチですよね、はい、良かったですよね。エリキもちょっと寄ってきています、その後ろで高江、エリキ、下田が上がってきた、下田、高江、エリキ、細かいパス交換から最後エリキのシュートでした。狙っても面白いような角度、左で下田、その外に2人います、での初ゴールは池田ジュラとの空中戦の強さからもたらされました。下田もいいボールを送りました。やっぱね、本当いいボールでしたね。まずね、でここに池田、まあもちろんもう少しね高さがあってもいけたんですけども、背中ですよね。ここ飛び込みましたね、まずね。まあ、風的には、まあ、ゴールに向かっていくようなボールになっているので、余計にこうディフェンスであったりキーパーにとってみると。上げさせるなの声ありましたが、平川左足でクロス、こぼれはダイレクト、オナガがいいシュートでしたね、ですかね、打てるボールね、よく抑えて打ちましたけどね、くしびきの正面でもありましたが、岡山からちょうど、まあ、みんなから遠い位置を取りました、そうです、ね、高橋大吾奪って下田、エリキ、高橋大吾、抜け出してのシュートでした、まあ、今はね町田としては狙いのやっぱシーンだったんじゃないですかね、しっかりとねボールキープして早い攻撃ですよね、最後、まあ、巻きながら持っているじゃなくて持たされているって感じですよね、はい、ちょっと飛ばしました、佐藤亮、岡本、中に行った、上がってきた、竹のシュート、ようやくボールに触れたという中で竹早で振り向きざま左足でのシュートでした。ここの仕掛けは面白かったですね、まずねしっかり振り向いて上げても面白かったですけど、酒井、佐藤亮、右足でクロス、岡本入れ直し、パスヘッド、長倉のヘッド枠に切られました、もう一回決定機は来ました、ザスパクサツ群馬、最後は竹も飛び込みましたけれども、長倉惜しかったですね、惜しかったですね、追加点のチャンス、町田、ボックスの外今2人いますけれども、尾中、おー、いやーこれはすごい、尾中直接フリーキック、黒田監督その表情はびっくりっていう表情でいいと思いますが、いやロングスローもやっていたじゃないか、でフリーキックも持ってたじゃないかという尾長、いや素晴らしいゴールですね、逆サイドにカーブかけながら、まあ、今ね旗を見てると追い風にはなってるんですよね、入れてきた、こぼれて左足、岡本が巻いて左で狙っていきました、
試合終了です。一つフーと息を吐きました黒田監督。 FC 町田ゼルビア守っても無失点、2対0での勝利です。